はい、こんにちは。今日は、川崎市にある夢見ヶ崎動物公園に来ています。ここへ来た理由は3つ。1つ目、来てみたかった。2つ目、手っ取り早く動画の数を稼ぐ。そして3つ目、動物好きをアピールして好感度を上げるです。それでは行ってみましょう。綿帽子パンシェ。上に。